病院の先生に行ったら、まあ、コロナウイルスっていう、まあ、安定剤ですね、いただいて、でその後ちょっと不眠症になったと若干したんですけど、今度は人材の多分私が思うにはそのサラダックスの研究もあって不眠症も引き起こしちゃったのかな。私先生の本を読んで、私自分で浮いてるなと思うんです。そう、はい、ものすごく浮いてると思います。あの多分そうなんです、ね、頭が抑えられてて浮いてるんです、うん、それで、多分用意してあるでしょ、はい、あの先生が書いたその浮く人の症状に当てはまるんですよ。そうですよね、はい、で私あの3人子供いるんですが、本当になんかいろんなことがこう家族関係あって、家族全員が浮いてますよね。そうなんです。家族全員全員ですよ、普通に、はい、もう浮いてんのが、はい、普通に歩いて、はい、あ、いいですね、一気に変わりましたね。違い分かります。あ、私はまだ浮いてます。もう一回歩いて浮いてます。まだ浮いてます。あ、それはね、浮いてます、浮いてます、うん、分かります。倍率が違う。こちら5、5、1、あ、5だ、私もう10、30ぐらいやってる。見てる人同士で、ね、ごめんなさい。はい、歩いて、あ、すごい。もっと行きます。うん、私も気持ち悪いくらい。あ、そうですか。わかります。もうこれ気持ち悪い。気持ち悪い。すごい、今すごいめんまいが、こっち側、左なんですよ、全部症状が、うん、で、こっからもう回転してるような感じで、おやさん、真ん中入って真ん中入って、3人でじゃあ、歩いて、おかおやさん、どういう感じ。少し沈んだ、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 私も大丈夫な感じ。普通の感じ。おやさん、大丈夫です、大丈夫で、OK、帰って。こういうことですよ、浮き同士が手を挙げると、もう当たらちゃうんですね。だから、そう、家族全員が浮きでしょ。だからもう、しっちゃかめっちゃかでしょ。しっちゃかめっちゃかですね。お母さんが5で、娘さんは9、長男が5、次男が5です。だからもう、すごいですね。もう5以上だから、もう大変だと思いますよ。これがシールですよ、はい、YouTube 見ました、見ました、はい。でもここに来たら頭がすっきりしてるんですよ。なあ、そう、はい、じゃあ向こう見て、はい、で、歩いて、はい、おお、全然違う、沈んでます。今どう、沈んでるような気が、沈むじゃなくて、それが正常。あ、そうですか、うん、これが今、正常、プラマイゼロ、はい、はい、これで歩いてみて、あ、浮いた浮いたっていうか、うん、今がね、うちの1、2、今2、張った方がいいんですね。で、慣れればいいんです、ね、1つ張ったら3、5から2になったわけね、はい、で、もう1枚張ると、これがプラマイゼロ。あ、そうですか。じゃあ、これに慣れれば、うん、慣れてけばいいんですね。そうそう、そうすると普通の考え方が理解できるし、普通の会話ができるわけで、今、家族で会話にならないわけ。ならないんですよ。こんなんですよ。あの、ちょっと本当にそうです、うん、クイズ番組見てるときにお互いなんか回答をやっこして、なんかちょっとああみたいな感じあるんですけど、普通の会話になりたかった。会話さないですよね。だから人の役に立つことをしたい。